お母ちゃん、お母ちゃん、お父ちゃん、皆様、ゲストの皆様によりますミリケンさんの前でのオープニングフォトセッションの時間をただいまに設けたいと思います。皆様、ミリケンさんにね、手を触れております。プレス関係者の皆様、それでは撮影各節分福豆巻きに向けての意気込みを赤井秀和さん、三倉真奈さんにお伺いしたいと思います。最初に赤井秀和さん、よろしくお願いいたします。本日はたくさんの方に、お入れいただきまして誠にありがとうございます。今日の節分で本当にこの、今年の福をうちに持ってきて鬼は外に出していきたいなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして三倉真奈さん、お願いいたします。本日お越しいただきましてありがとうございます。今日が、まあ、大阪松竹座での泣いたらあかんで通天閣の初日となります。まあ、これまで稽古してきたものをお客さんがどんな風に見て笑ってくださるのかがすごく楽しみです。そんな日にこうやって節分の物巻きのイベント、こう縁起物のイベントに参加させていただけるのはもうすごくありがたいなと思ってます。個人的にはなんでか分かんないんですけど、節分が年間行事の3本の指に入るぐらい好きなんですよ。うちの家が昔から豆まきと恵方巻きを欠かしたことがなくて、なので今年は2月3日だけじゃなく今日も節分できるっていうのでラッキーだなと思ってます。はい、頑張ります。豆まきありがとうございました。それではゲストの皆様とともに豆まきにご参加いただく方をご紹介させていただきます。通天閣観光株式会社、西上正明代表取締役社長。株式会社日立製作所、秋野圭一関西支社長執行役員。大阪松竹座内村雅也支配人。イメージガール小川くるみさん。イーゼル芸術工房西本かなさん。以上の皆様にもご参加いただきます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。鬼は外、福は内、福は内。鬼は外、鬼は外、福は内、福は内。株式会社西上正明代表取締役社長。通天閣のネオンサインスポンサーでおなじみの株式会社日立製作所、秋野圭一関西社長執行役員。通天閣イメージガール小川くるみさん。通天閣のオフィシャルバンド、イーゼル芸術工房西本かなさん。そして最後にご紹介させていただきますのは、今回の特別ゲスト、2月1日本日より大阪松竹座で泣いたらあかんで通天閣の舞台に出演される皆様にご登場いただきましょう。秀和さん、お父ちゃん、お父ちゃん、お母ちゃんが待ってる。三倉真奈さん、お母ちゃん、お母ちゃん、お父ちゃんが。大川昇さん、戸田ルナさん。
それではまずは主催者を代表しまして、通天閣観光株式会社西上正明代表取締役社長よりご挨拶をさせていただきます。西上社長、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。通天閣恒例の福豆まき、寒い中またお足元の悪いところたくさんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。今年の福男は皆さんご存知の赤井秀勝さんと三倉真奈さんです。通天閣にとってはこのお二人は大変かけがえのない人物なんですね。挨拶と女性のスカートは短めにが僕のモットーなんですが、今日は少し感動してますので長く喋らせていただきます。昭和50年ぐらいから昭和60年、通天閣大変厳しい時代でした。その時に、坂本淳二監督が新世界三部作をこしらえていただいたんですね。どついたるね、大手、ビリケンという映画なんですが、この3作のうち2作が今日来られている赤井秀勝さんが主演なさって、通天閣そして新世界のイメージアップにつながっていったんですね。また三倉真奈さんは皆さんご存知、今笑てるかっていう番組をやってるんですが、二人っ子という NHK の朝ドラに出演していただきまして、またこれまた通天閣のイメージアップにつながっていったわけです。この二人はもう私にとっては宝物なんですね。この二人が今日から大阪松竹座で笑天か通天閣、違った泣いたらあかんぜ通天閣に出演なされるんで、皆さんぜひとも見に行ってやってください。よろしくお願いします。それでは皆さん、たくさんの服を授かって豆を持って帰ってください。たっぷり用意しております。西上社長、ありがとうございました。続きまして特別ゲストの赤井秀勝さんよりご挨拶を頂戴いたします。赤井さん、よろしくお願いいたします。本日2月1日より松竹座で、泣いたらかん通天閣を、やらせていただきますけれども、まあこの話大きに皆さんの気持ちをしっかり握って心を揺さぶって流すというのの話に、なんかこの知らん間に話の中で気がついたらほろっと涙が出てたという、大体嬉しい時の涙ってそんなもんじゃないですか。その嬉しい時に流せるような涙をほろっと出るような話になってますので、ぜひとも劇場までお運びいただきまして、ご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。赤井さん、ありがとうございました。同じく特別ゲストの三倉真奈さんよりご挨拶を頂戴いたします。三倉さん、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。本当に寒い中たくさんの方にお集まりいただき嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと前歯打ちました、ごめんなさい。今日から大阪松竹座で泣いたらあかんで通天閣に出演させていただきます。先ほどお話にもありましたが、私は22年前に二人っ子というドラマで、そう、あの時10歳だったんですけど、あの時通天閣やこの新世界界隈が舞台になったドラマで、ありがたくもそのおかげで皆さんに知っていただけるようになって、今もこうやってお仕事をさせていただけています。そして22年経った今、また通天閣を舞台にしたお芝居に出演できることを本当に嬉しく思っています。本当にいい話で笑って泣いていただける舞台になっていると思うので、ぜひ皆さん足を お運びください。頑張ります。よろしくお願いします。三倉さん、ありがとうございます。それでは始めます。鬼は外、福は内、鬼は外、福は内、福は内、鬼は外、福
ですが、前の方を押さないように、そしてくれぐれも皆様お気をつけいただきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。以上をもちまして、通天閣節分福豆まきを終了とさせていただきます。皆様にご協力いただき、無事に通天閣節分福豆まきが滞りなく終了いたしました。本当にありがとうございました。